王貞治さんを超える大記録の偉業へ挑むヤクルト村上宗隆。今日は中日の20歳高橋宏斗が立ちはだかります。最初の対決はストレートに空振り三振。4回2度目の対決ではこの日最速157キロのストレートにバットが出ず、見逃し三振に倒れます。満員に集まったファンの期待に応えたい村上の第3打席。中日高橋も150キロを超えるストレートで村上と真っ向勝負。しかし捉えた打球はスタンドに届かず、村上はノーヒット。チームも中日投手陣にわずか1安打と完敗です。